オーディン級解剖戦艦は、スウェーデン海軍の解剖戦艦の艦級である。本級は、スウェーデン海軍が、自国の沿岸警備のために作り上げた、解剖戦艦である。改装後の、トール。本級の基本構造は、平ら艦艦型船体で、水面下に、昇格のつく艦首から、艦首甲板上に、1894年型25.4センチメートルライフル砲。 を収めた、単素式の一番手法塔が一気、その背後から、上部構造物が始まり、司令塔を下部に組み込み、左右に、船橋を持つ操打環境が設けられ、頂上部に見張り所を持つミリタリーマストが立つ。船体中央部には一本煙突が立ち、その周囲はキセル型の通風塔が立ち並び、煙突の後方は、関西艇置き場となっており、 関西店は一番煙突後方の後部マストについた、クレーン一基と二番煙突の側面に設けられた二本一組の、ボートダビッドが、片言一組ずつ、計二組によって運用された。原則甲板上には、複方の、ボフォース 12cm 速射砲が、原則ケースメート配置で、片言二機ずつ、計四機が配置された。その上部構造物は、 後部見張り書を基部とする、後部マストが立ったところで終了し、乾板一段分下がった、後部乾板上には、後ろ向きの二番手砲塔が一機の順である。本級は1910年代後半から順次に、近代化改装が行われた。1915年に、オーディンが、1916年に、トールが、1917年に、ニオルドが、機関の乾燥を行い、 これに伴って、煙突の本数が2本から1本に変更された。全部マストは、頂上部に射撃式書を持つ簡素なマストへと交換され、後部マストは後に撤去された。竣工時のニオルド。本級の手法には、フランスのカネー社の新設計の1894年型25.4センチメートルカノン砲を採用している。その性能は、 重量 225.2kg の砲弾を最大行角35度で16,836メートルまで届かせることができた。不行能力は行角35度、深く5度である。さらに、旋回角度は左右135度の旋回角度を持っていた。砲塔の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は電動で補助に人力を必要とした。 発射速度は毎分一発である。副砲は、ボフォース社の1903年型1 2トル速射砲を採用された。これを単装砲がで4機を搭載したその他に、耐水雷艇用に、ボフォース5 7トル速射砲4と4 7トル 速射砲4と 2.5cm 速射砲2機と 38.1cm 水中魚雷発射管1門を搭載した。トールと、ニオルドは 5.7cm 速射砲を採用しており、この砲は同時期に建造された装甲巡洋艦フィルギアの美砲にも採用された。その性能は、 重量 2.72kg の砲弾を最大行角20度で5000メートルまで届かせることができた。これを単装砲賀で10機を搭載した。砲賀の不行能力は行角20度、深く20度である。旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により制限を受けた。砲賀の旋回、方針の上下、 砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分20発である。このため、オーディンは1901年に5 7トル速射砲と4 7トル速射砲と2 5トル速射砲のすべてを撤去して、姉妹艦と同じく5 7トル速射砲10機に換装された。本級の装甲は、 材質が一番艦は鉄板であったが、二番三番艦はハーベーニッケル製で異なっていた。防御様式はボックススタデルと呼ばれる装甲艦時代の様式で弾薬庫と機関部を装甲でできた箱で覆う古い形式の防御であった。オーディンは原則の水線部は最も厚い部分で 243mm であった。一方、 甲板防御は 49mm 装甲が貼られた。主砲塔は全面部が 200mm で、バーベット部は 247mm であった。副砲方形スメートは 100mm 装甲が貼られた。司令塔の防御は 247mm であった。トールとニオルドは新型装甲のおかげで、装甲圧を減じても防御低下はせず、厚さは原則部は、 中央部が 240mm で末端部まで 100mm までテーパーした。砲塔は 190mm で、バーベットは 200mm で、司令塔は 190mm あった。ルあった。ウィキメディアコモンズには、オーディン級解剖戦艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。